い着てるってそれいつ着るかなって思ってた。やっぱ今日も好きだった、つまり明日も好きだ。当たり前なことではないけど明日も好きだった。目薬助けて。早い時間、まあ、もう3月31日なんだよ。そうなんだよ、3月も終わっちゃう。明日から4月。4月ってなんだっけ、うずき、テルジョッタ。ゆうちむこんばん、どうぞこんばんは。新潟も桜満開ね。え、新潟今年めっちゃ早いらしいね。あれけテルジ VIP 席か、ここで今すやすやしてる VIP 席で、ここはテレジだけの特等席。すやすや、うん、ゆきさんこんばんざい、久々だ。きびこお疲れ様です。今日も一日お疲れ様でした。テレジ、テレジだけだからね、ここは。残念。ゆうたこんばんは。まるちゃん、さちゃん好き。すぐリップ落ちちゃう。なんか日向、うんうんが言葉になってないんよそれはが。しんごこんばん。4月はこ、あーそっか、みんなに新たに後輩ができるのか。バンザイジャパンは何月とか関係なく後輩できたりするけど、確かにね、新社会人の方々が入ってくるんだね。さすがに情緒不安定になるそれは安定させて頑張れ先輩頑張れ。まああれでしょ、なんだっけ、なんか選ばれたんでしょ、パネルディスカッションじゃなくてなんかある、あのあれに後輩の近所の公園の桜、明日天気よかったら、おおええじゃん。桜は本当に一瞬で散っちゃうからね、撮影するならもう本当にその時だけ。言葉じゃなくて鳴き声だから、うんがうがうが、その鳴き声してるのまだ聞いたことないけどな。あこちゃん、じゃ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 んじゃん、なテルジー、テルジーも寝てるからし。あレインボースター投げてくれてる、あありがとう。だけどさすが全然イベント中とかじゃないから取っとき、レインボースター。レインボースターイベント中だとめっちゃ本当に大きい存在だからね、ショールームイベント。パンダちゃん、サチャお姉ちゃん優しい。ヒカル、お疲れお疲れ。もう半袖、いや本当に家の中も暑くて半袖短パンでいいやと思って、今半袖短パン、もう夏物のパジャマでいけると思って。えもう最近本当に暑くない？なんか自分最近、そう今日話してたんだけど、え最近ずっとなんかもう暑くて自分体四六時中ずっともう本当に半袖で外出れるレベルなんですよ。だからどっちなんだろう、 熱があるのか更年期障害かそうなんか自律神経があれなのかなって思った、ちょっとそれか、えなんだろう、えそれか恋してるのかなって楽屋で話してたそんなことはないですが、あそうじゃんってなんだ。テルジさん、うん、先住民、先住民です。テルジ君はずっと住んでます。青パジャマ、
赤パジャマ、黄パジャマ、パパのパジャマは、パパジャマ、光る、定期初めて聞いたよそれ新潟の桜見てないな、新潟の桜見てないの、言って笹が見てないけど写真でしか、いろんな新潟の企業さんが桜開花したよみたいなツイートした。山上、ここはまだ咲いてないから。テレシ眠そうな、寝てるよ。おいおい。ささがも眠くなってた。関東は今年そんなに雨降らないから長く桜見れそうですね。え、長く見れるかな。え、でも昨日じゃないか、28日めっちゃ雨吹いて、雨降ってめっちゃ散っちゃうかなと思ったけど、まだ生き残っててよかった。ところどころ至る所に桜が咲いてて、とても幸せな気持ちである。リマインドありがとう、助かります。おしめの前では人間でいたいのでね。人間だった。いつもまだ人間の姿を保ってた。パナちゃん、ハート。イベントイケメン初配信でダンジョンてっぺんを目指すよとな。なんやそれ、メンズアイドルみたいやん。昨日今日車内半袖で溢れてた。いやもう本当に半袖でいける。ずっと暑くて半袖出したね。タンタンティーこんばんざい。じゃあ昼間ビールの代わりに飲んでる炭酸水、喉が渇く。え、今日さ黄砂の影響でなんかめっちゃモヤモヤしてたよな外。え、自分の視力がめっちゃ悪くなったかなって思ったけど、黄砂の影響なんかな。今日半袖の女子いたわいやいや、わい今日長袖やったか。あ、ピース恋とは、恋ってなんだろうね、わかんない恋の定義。だから暑かったくらいだけど黄砂があるんで基本締め切りなのがつらい。 PM2.5 春だからパジャマ半袖。さあ半袖短パンの季節がやってきた。やっぱ半袖短パンが一番好き。ベック、そろそろ返せないわ。あるかもしんない。凱旋ライブしたい。ひな、ネタティーか。ミチモエさん。ネタティー。今年も面白いネタティーに行きたい。新作期待してます。ひななた先生の新作に行きたい。高田公園の桜すごいね。ライトアップもされるしね。花見できる世界線来てほしい。万歳ジャパンのみんなで花見したい。さっささん、花見は好きですか。するとしたら食べます。一択美味しいものをみんなで持ち寄って食べます。それしか脳にないです。気持ち、再びこんばんざい。テルジがそうなんです。今ちょっとテルジすやってるから目開けて寝るんですよ。関東では見てるのに地元の新潟だと桜が咲いてるところさまよってない。新潟はこれから満開か。昨日開花っていうのを見たから。コメント、まあテルジ、私は何も思わんよ何も思ってないよね、特にね。うん、対抗心燃やしてないよね。ひな、人間じゃなかったのか、どないしょ。ひなのとはガンダムガンダム動物園合間の時間にちょっと調べたんやけど、ようわからんかった。平気を多少ありそう。こうさ着物ついた思いやりのかな、語ってみましたが。そう、え、でもなんか他にも
何でかははっきり覚えてないけど、気持ちっていい人だなって改めて感じた。行かれる時も10年ぶりぐらいに黄砂がね、そう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 、トレンドに黄砂のせいが入ってた。パナちゃん、僕今3枚着てる、熱っ。まあ半袖出すか、笹川 T シャツ。会社ラム待ってる、待ってて。ウコンの木の下で花見した。え、ウコンって木あるの？赤坂山公園の桜もライトアップされる。桜もまさか自分が咲いてライトアップされるとは思ってなかっただろうね。ひな、ネタって生きていったら破かれてライブ参加できないかかやし。どんなキューティーハニーみたいな。ハロウィンまで待って。待てないな。信号半袖切ると肩口からアンパンマンの。かわいい。嘘なのよ、持ってないのか。なんかじゃあ新規場一番でもその前にストリームホール&エジャイから、あー確かに確かにそうだ、ね、抽選音に使えちゃった。あくびが出そうなのをこらえました。どうでもいい報告。まあ無心対抗心燃やすまでもないね。あ、もう勝ち誇ってる。マナさん勝ち誇ってる。ガンダム動物園、うん、調べたけどようわからんかった。イワキング、こんばんざい。今日はイワキングからもらったリップをつけました。ドーン。秋には小雲山荘のもみじがライトアップされる。素敵だね。ライトアップ、人間ライトアップ好きね。人間自然界ライトアップしがち。ひなた、それは分からなくていいよ。ガンダムではないけど。光る黄砂のせい、コロナのせいの亜種かな。全部、人間は何かのせいにしがち。全部雪のせいだ。ヤキング、パジャマ、これはパジャマ。This is パジャマ。もう暑かったから。半袖。浮かれてる。笹川 T シャツしか着ない。それは選択して。テレジどんどん埋もれてってる気がする。ちょっとずつ向き変わってない？この子。花粉症引きずってるところに PM2.5。 あー、やっぱ影響ある、体に。パナちゃん、長袖3枚切って、どんだけ寒がりなんだ。何が違うんだろう。まあ、新潟は確かに寒いと思うけど。会社の後輩が花見するために場所取りに行って、あ、なんか聞いた、あれ聞いたことあるような気がする。ウコンの木。アク先生、あくび耐えた、さっち偉いね。何でも褒めてくれちゃう。あくび耐えた。いい気持ち、笹さんに褒められたのかな。高いところに、あー登っちゃう。スカイツリーに登っちゃう。いや気持ちが、あくびするのをこらえました。ひらがなで書いた方が可愛かった。あくびするのをこらえました。ありがとうって、ありがとう、こっちがありがとう。リップ、かわいいリップを、笹川のリップコレクションがどんどん増えていく。へへへへ。いただいた、これもめっちゃ使ってる。これは自分で買ったけどあんまりつけてない。オレンジリップ、結構渋めのオレンジリップ。これはリップクリーム。リップリップ。
ケミコ、半袖か。仕事の時は一年中長袖。一年中暑くてぶっ倒れちまうよ。夏場の長袖もう耐えられんの。分かってるけど、何。いや疑問符のハテナの数がもうね、怖い。圧圧でしかない。紅葉が淡々って機能的な気分。ああ見た見た見た、ツイッターでタイムラインで見たから、そうリプしちゃった。ともみちゃんにリプしちゃったね。同じ3月。ウィスポパーの動画を説明するのは原くんを説明するくらい難しい。原くんを説明するのは難しいの。もみじも同じ感じだったね。もみじとこうよ、日本語難しいね。まあこんばんざー、こんばんざ。2回目のパイル生地っていうのかな、これタオルと一緒、タオルみたいなのパイル生地。肌触りがいい。そう実質タオルだからね、タオルに包まれてる感じ。ダンダンティーかわいいとハートありです。でもみんな本当にあのショールームギフトは全然あのお金取っといてみんな。特にイベント中だったらめっちゃあれやけど、イベント中、イベントの時のために笹川もしくは万歳ジャパンメンバーがイベントの時のために取っといて。あ、テルジどんどん埋もれてっちゃった、入ってっちゃった。新潟、ね、新潟が寒いのか。体温調節難しいよね。まあ記念で保管しとく派。何あこちゃん、さっきのポーズ可愛くて、あーい。いやいやいや。どんな声よ。そのボイスメッセージちょっと欲しい。近隣から苦情来たら、あーい、ごめん。ササ T シャツいつ着ようかな。明日。でも見れる時がいいな。いつだろう、次ライブ来る時。僕のリップは体温でいろんな濃さが、あ、でもこの、あ、今しまっちゃった。今使ったリップもなんかちょっと変わるっぽい。ひな、よっ、いい女。イエイ、レディーになっちゃった。レディード増した。でも今日はね、そう私服レディー側ササだった。レディーササ。レディーガガみたいなノリで言うなっていう。パイ好き、好きが軽いんじゃ。もっと大切にいて。あこちゃん、責任取って結婚してください。ありがとうございます。お受けします。いつの間にか求婚してた笹川。見たらわかる、可愛いやつですね。可愛いやつや。見んでもわかる、可愛いやつや。圧、嘘、圧なんよ。もうマオは草もめっちゃ生やしとるし、ハテナもびっくりマークもめっちゃつけるし。語尾たくさんつけがち。シンゴ、ササさん綺麗ですよ。今日は割とお化粧がレディーより。仕事の時は年中長袖。夏は熱中症標準装備だから。あかんてそれ、倒れたことはない。でも人間いつ倒れるか分からんからな。倒れてからじゃ遅いんや。ハゲキン、あー垂れ勝つ、あー垂れ勝つ、あー垂れ勝つ、垂れ勝つ食べたい。
時代はタレ勝つ。パナちゃん夏パジャマ探すか。夏パジャマ、さっちゃんはこれはある、夏パジャマ。テリリンこんばんさい。いつもいつもかな、かわいい。まあテリリン君ちょっと場所変わってもらえないかな。ダメです、誰が何と言ってもここは変わらせません。さちゃんとは4月18日も会える、長野。あこちゃんギフト投げてもさっちゃんにはうん一銭も入らないどこかに行くそうなんですよ、うん。アンズジャパンのラジオラジコから、あ多分まだかな、これからかな、4月5日とかになったら前日とか。あ待って、フリースタイルあ、今雲見っけた。雲が壁張ってる。後で外に出してあげよう。笹川の家に迷い込んでしまったみたいだ。でもテリリンラジオ調べてくれたんだね。ありがとう。4月5日からだからみんな聞いてね。のぼすけ、さあ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 、長野のイベント告知でまたまた告知する、近くなったら。僕は安いものしか使えませんがね。何の話だ、パジャマかな。ヨーキングタオルと同じですねって、ロジ君うらやま。そう実質今テルじゃタオルに包まれてる。ボイスメッセージって、ボイスメッセージはツイッターのあれボイスの投稿。さすがはねトークボットの特典、いつもギガファイル便で送ってるけど。ひなレディーササにはかわいいとか言ってられないわ。綺麗ですお美しい。陰キャにはたまり込むしかない。つけないと感情伝わなくない。伝わる伝わる、一個で伝わるから圧なんよそれは。水ボールタレカツオフ会前に食べた。最近タレカツ食べてるツイートをよく見る。嬉しい。パナちゃん、さっちゃんプレゼントしたの来てくれるし、来たの見せてくれるから、そう嬉しすぎるからね、すぐ来ちゃう。もらったのとかすぐ来たくなるし、すぐつけたくなる。まあ、実際メールでびっくりつきすぎなんだと思って毎回最後思って減らしてあげる。そう自分も本当に毎ツイートびっくりついちゃうから、めちゃめちゃちょっとあの絵文字や顔文字をバランスよく入れて、でも絵文字も増えすぎないように、顔文字も増えすぎないように全部調節してる。感情の調節してる。キュービコ大丈夫、倒れたら手に召されるだけだから、召されてからじゃ遅いんよ。召されんといて、食べちゃダメ。もうラジコで、ラジコであれ公開されてる何かって。明日3月最終日、明日的な今日。まあ雲もね、雲もちょっと人の家に入り込みたくなっちゃったのかな、間違って誤ってなんかの手違いで入り込んできてしまったのかな。了解。イカレタランチュラさんと同居してんだけど質問、うん特にない。タランチュラさん元気、あれあれ、レッツゴー、あれあれ。お手紙、ああ、あれ？トクポットの特典かな。短くてすまんの、みんな。ありがとう。やっぱテルジ、てめえだけはダメだ。テルジに、テルジに怖い言葉をかける人。お怖お怖。
ちなちでしおちゃんがシャシャン手を拝借って言ってるんですか。シャシャンシャシャン手を拝借よーぽん。今日そうジャンピンナップジャパン、ジャンピンナップジャパンのサビの煽り、煽りというかなんか一言みたいなの2サビで言ったんですけど、あゆちゃんが1サビでプチョヘンザって言ってたから、ささがも2番なんて言おうかなって考えたんだけど、あゆちゃんにかぶせてプチョヘンザって言った。かわいいあゆちゃん。パナちゃん仕事中のドクポットは危ない、あ伝わるのかシンプル、え なんかつけて、ちょっとつけすぎ、つけすぎは熱。水パパ水道橋行ったらタレカツか橋本さん、ヘリそば行かないじゃない、しんごおいしいタレカツ屋さんあるのかしら、都内でかな、でもやっぱり新潟タレカツかな、いろんなところに店舗ある、あでもやっぱネスパスさんとこの地下が美味しい、新潟タレカツも美味しいんだけど、ネスパスさんのカツめっちゃ美味しかったな、表参道にある新潟のアンテナショップネスパスさんの地下、階段降りて地下にご飯どころがあるんですけど、そこで食べられるタレカツが、カツ自体は結構薄めのカツなんだけど、めっちゃねお肉を感じられる、お肉のうまみ、まあ、てるし変われよ、ジャイアン来たね怖いね、あこちゃんツイートは漢字の量を減らすように心がけてる、あー確かにそう、めっちゃ漢字漢字になっちゃうとさ、なんかそう読みやすさとかもなんか考えて、めっちゃツイートって考えるよね、バランスを、なんか結構お知らせとかのツイートもなんかあんまり長文になりすぎちゃうと逆に読む気しなくなっちゃうから、文字めっちゃブワーな感じでもなかなか見る気しなくなっちゃうから、読み飛ばされそうだから、パッとなんか感覚的に見てわかるように心がけてる、真面目なこと言っちゃった、だからないんかい特に。もう丁寧なツイートやら丁寧な暮らし考える間もなく、気づいたらツイートして気づいたらツイートしてツイート消してるんでしょ、ここボタン取れてない、ボタン取れてるわ、てるじ君が隠してくれたんだね、てるじもここら辺でおねんねさせとこう、それはもう元気で親戚さんが来る、すごいね、住みかじゃん、フルムだ、テレジ似ている色のフルム、プチョヘンザ、やばい眠たい、終わろうかな、サマル氏に見てもらいたい動画、わしのこ固定ツイかな、固定ツイなんじゃろ、目乾いた、コンコン、テレシ君どうしたの、帰りに飲み物欲しいの、おじいちゃん帰ってくる。手のひら返し、みんなテレシに優しくしてね、ワイの相方だから、目乾いた、プチョヘンザで誰も手挙げてなくて。確かに突
然の部長返済に2回とも戸惑ったいやもうね、楽屋で今日のジャンピンはね自由すぎだって言ってた。いや、ジャンピンはいつも自由すぎるんだよな、すごい橋本、美味しいラーメンか。あ、固定ついです。表参道敷居が高いのでネスパスさんになかなか行けないんですよ。え、ワイもネスパスさん以外全然行かない、表参道いつも表参道で降りてネスパスさん行って何他何もせずに帰るから。アフターイベントの後でネスパスの誰が食べて帰るか。あれ、くーちゃんもそのまま渋谷エイジアと、エイジアと新木場は、あ、県民所まだ見えてないな、やばいやばいやばい。タレカツおむすび美味しそうだった。美味しそうだっただろう。そう、ふみが突然くれたの。シンゴ、ネスパス、おお、何度も言ってるネスパスさん、ネスパスっていう単語ツイート入ってるとすぐリツイートしてくれる。ネスパスさんタレカツって、そう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 、やっぱり美味しい。いろんなタレカツを食べた笹がの中でもやっぱり美味しい。ツイートとメールは勢いだな、オタクなので。あれ、じゃあうちも勢いで書こう。え、でもたまに勢いで書いてる時もある。その時の気分。シンゴ食べに行こう、レッツゴー。眠くてこの上が眠い。じいじこんばんざい。新潟、え、本当にびっくりしてる新潟県民がまさかね、このまま足突っ走ってくれるといいな。てるじ頼むよ。赤ちゃんメール返信のと文字数考えずに会議の分の長さも感じもあれて、え、全然めっちゃ読む。それはその通りすぎて笑った。息をするように、すん、あ、今回も間を消してるなってよく思ってる。赤ちゃん寝よ寝よ、おやすみ。最近おやすみなさい。終わる。パルちゃんゆっくり寝てね。みんなみんなすごいすごい寝かせようとしてくれる。もう寝よう。からつぶやく前に立ち止まってチェックしてから投稿する。そうそうそう、一回冷静になる。ミツパ、僕は優しいよ優しいって自分で言う人ちょっと怖いんだよなやっぱうるさい人、実際あってもうるさいって俺が言ってた、マポスケが言ってた。足の同業の方が作った動画なんだが、いろんな人に見てもらって、足らの仕事、あー、仕事の、みんなの仕事知りたい。いつも表参道でククルザポップコーン、なんじゃそれ、ククルザップコーン、ククリちゃんなら知ってる、魔法、魔法人ぐるぐる。え、ジャンコスト、あれ、いないの、いない、いないの。テルジのドアップ。テルジさん憧れの人なんで尊敬してる。ボニュイ、ボニュイ、おやすみ。だってネスパスのタレカツうまい、ありゃうめえ、バカうめ。シンゴ、ネスパスさんで買ったおやつをササのチェキついてしたらいいね。ちゃんと見てる、すごいよね。誰かに見られたら決して意味ないの、だって見えちゃうんだもんでも消すなら書く意味ないのよっていうことだ。え、消すのはさ、なんで消すのあれって一回一回投稿しとるやん、ここ取れちゃう。あこちゃんメールの下書きめちゃめちゃ溜まってるな、内緒。あら、送って送って、全然未完成でもいいから。送信ボタン、それも分身置いていくからめでてあげてね。よし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 、テレジくたびれちゃった。ありがとう。おやすみ。みんな今来てくれた。終わっちゃうけど。こんばん。
じゃんあって感じにして、それは悩む。水場僕優しくない、それはそれで怖い。ショールーム見られた、ジジおやすおやおやってるじ、なんか字が違う、障子になってる。長い声の猫、今眠そうね、バレた、実は結構ね眠い。すべて土星論。わかるわかる、あるあるだね。よし、じゃあ終わろうと、目がもうしばしばしてるから、おやすみ、ありがとうございました。今日も3月最終日、頑張ろうぜジャパン。